見慣れた文字で君から手紙が届いた。いつもの真っ白で綺麗なシンプルな封筒、何度も何度もその手紙を読み返すよ。読めば読むほどに君の気持ちがほら伝わるよ。あの日二人は出会い、同じ季節を歩く春夏秋冬、どれも思い出すたびに思う。二人で歩いた坂道ややたら狭い道、どれもこれも思い出は濃ゆすぎてならない。今なら君は振り向いてくれるかな。あれから長い月日が経ったけど、さすよ。あれから意味のない落書きを続ける毎日、外の風景はなぜか色褪せて見える。気づけばまたほら君の元に手紙を書いてる。何もなかったようにいつものラブレター、今さら何を書いてるの。無理なのに自分が出した答えだったのに、あのまま一緒なら今頃は二人でどこで何をしながら思い出を飾ってるの。置いてきた思い出は二人で優しく包んで、いつかまた会ったなら互いに理想な人に振り向きもしないまま去ってゆく君の背中。さあ、さてゆく君。
ますよ。